詳しくはどうししたらいいんですか、うん、詳くねこのカメラのないところでさあ今回もスタートしました DJ ポッキーのトークジャム毎週ゲスト更新していますのでぜひ皆さんチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。 さあそれでは今回は一体誰が来るんでしょうか。それでは今回のゲスト入場ですどうぞ。こんにちは。おお<ー>お会いしたことありますよね。ありますよね。ありますよね。あり,よねありますあります。<え>じゃあどうぞ。<laughs> はい。じゃあ自己紹介お願いいたします。自己紹介。はい。はい、えー。鹿児島県の桜泉です。 よろしくお願いします。<laughs> あの、うん、えっと。えっと。ベリーダンサー。えっと、そう。 覚えてた覚えイベントも一緒になりましたねなりましたねそうですよねいやいやいやお久しぶりでございます久しぶりですびっくりしましたお元気そうで本当にね相変わらず同じことやってますけども私だんだん変わってきましたけどあ、そうですか今はベリーダンスもちろんやってはいますで教室 教室はもう大きくやってたのはもう閉じて縮小しながらでも一応オープンはしてるとえっとねクラスはやってるんだけれどももう今本当クローズドって感じかなああそうなんですね子供生まれてからいろいろ変わったなそうだ子供が出産がねいらっしゃるんですよ大きかったでも体型も全然全て変わりませんね 本当体型はねそうだね太ったりとかあんまりないかないやいや逆にどんどん若返ってる感じですよ言われるよねでしょ言われるでしょ言われるねえじゃあちょっと遡っていいですかいいですよ今日は泉さんの紹介ですからありがとうはいはいはいあの僕は本当にベリーダンサーしか知らないのでそのベリーダンスを始めたきっかけからいいですかきっかけねはいうん 全然興味もないし全く知らなかったんだけど友達がね「泉」って「絶対あんた好きだからおいで」って言われて無理やり連れて行かれたえ何歳の頃ですかえ何歳えっと2003年とか2004年だからああそれぐらいなんですねうんそれがスタートで年齢は聞きませんけどもえっ今今50年生まれ50年生まれうん 今から<で>、うん、2004年ぐらいだからあのベリーダンスってあの発祥の地はどこなんですか発祥はね中東って言われてて、うん、結局その私はエジプトのスタイルがエ,エジプトのスタイルでずっと伝わってきてるものをやってるけれどもほうほうでもトルコとかもうこの中東のこの場所っていうのはね限定されてない。 あ、そうなんですか。まあ、中東の、あの、付近というかね。うん。まあ、ベリーダンスですから、お腹、お腹を動かす。動かして。うん。何をあれは表現してるもんなんですか。なんだと思うます。なんですかね。例えば、フラダンスだったら、あれって、こう、手話みたいなのじゃないですか。意味があったり。はい、はい、はい。お腹は何ですか。お腹。うなんだと思う女性ってね、女性しかないものがあるじゃん、お腹って。ええ、ええ、ええ。うん。 もうそういうことかなって思って、<う>まあ地球があるから、うん。もう何こう生命のね、生命の叫びというか、は<ー>あ私はそんな感じで捉えたかな。うん。エジプトのアラブの文化のっていうのももちろんあるけれども、もう自然に音楽聴いて、音楽が私をそのベリーダンスの道にもう引きずり込んでね、行ったんだけど、その音楽から感じるところでお腹の底から、うん この生命のエネルギーみたいなね、それを思い出して、私自身がそれで、自分自身のなんかこう、蓋が取れたっていうか、はあ、それでね、人生がこう、もう開けちゃった。ベリーダンスやってる人は確かにみんな明るいですよね。うん。本当に。堂々とするしね。全身からエネルギーがこう、ばーってこう出るてう。自信がみなぎってきてさ。そうなんですか。うん、え、エジプトとその中東違うんですか、うん、ベリーダンス。 えっと、いろんな地域によって違うかなだからエジプトのスタイルとかああトルコのスタイルとか全然全然とは言わないけど<ー>結構違うんですよ。泉さんが取り入れたそのエジプトのスタイルはどんな感じですか、うん、どんなな感感じじ結構ね、うん、情熱的な感じで,、えー、でエジプシャンンののベリーダンスっていうのが、はい 例えばそのオリエンタルで一番皆さんが見てて楽しいこうストーリーみたいなねもともとは民族舞踊だからすごくこうどっちゃくな踊りとかもあるんだけれども、えー、そういうものをベースに交えながら楽しくきらびやかで分かりやすいスタイルみたいなものにまとめてあるものが、えー、みんなが見る、ね、一般的なものだと思うんだけど、はい、すごくこう気象点結というか。<ー>うん まずオープニングがあってエントランスがあって、ね、そこからちょっとぐっと引き込まれるようなところがあってそしてなんかこうもっと何か物語っているようなストーリーがあってそこからまたリズミカルになってあとはもう太鼓のリズムでとかってねで<ー>ババンと終わるような,、うんうなね、ストーリーがある。時間的にどれくらいなんですかその 一般的に皆さんの前で披露してっていうスタイルはやっぱり6分7分から、まあ、10分ぐらい<ー>、うん、で小仕立てだと一人のダンサーが踊るとしたら、まあ、日本ではね25分ぐらいをだいたいベースのセットになってるかなそうなんですね、うん、音楽というのはそのダンス用の音楽を作るんですか、うん、でもある作るうん、うん とね、じゃあこれに合わせて踊るみたいなんですか、うん、もちろん日本ってそんなに、うん、あのアラビックミュージックのミュージシャンっていうのもいなくて楽器そのものを演奏をね、うん、こなせるミュージシャンとかも少ないから特に、ね、鹿児島は少ないし、はい、CD 音源っていう形でね、えー、CD、まあ、今はいろんなものでねもう音源ありきで。あーーうん、だかかからライブっていうのはなかなか 少ないんだけれども。そうなんですまあ、ライブでやってる人もいますよね。いますね。なるほどね。だから、すごく貴重だと思う。ミュージシャンが少ないから。いろんな場所で。ダンスされてましたよね。ベリダンス。してました。仲間みたいな。うん。仲間とね、いっぱいいたから。場所はそ取りませんもんね。取らない。どこでもできますよね。このスペースで。踊れちゃう。ですよね。だから、ステージなんかで踊ってもね。すごくね、映えますもんね。映える。 うん、だから軍部なんかは本当に10人とかでおぞ踊るとねすごいもう本当に見たことのない世界に連れて行れ男性から見るとね、うん、もうセクシーなねそうダうサーの皆さんセクシーですもんねそうだよね,もねやってるうちにね、うん、どんどんそうなっちゃう。 女性ホルモンがうわーっとこ出てました。出すぎちゃうぐらい。<laughs> <laughs> そうなんですか。うん、え、え、泉さんいつ結婚されたんですか、うん、えっと、結婚したのは2010年。10年うん。でも、主人とはね、15年お付き合いして、 その時点で入籍してるのでもう今20年以上一緒にいる感じそうなんで長い付き合いでしたね、うん、やばかった遊んでたどこで出会って何をされてる方なんですか聞いちゃうどこで出会ったあのねもともとそうだな出会ったきっかけは私たちあのレースしてて車のレースで、うん、レースって言ったらちょっと聞こえはいいけど、えー いわゆる、まあ、暴走族だったんですよ <laughs> <laughs> 暴走族やんちゃでした泉さん <laughs> ごめんなさい、はい、そうまあローリング族かな <laughs> ローリング族ドリフトしてた <laughs> はあ、うん、うるさいやつですねそうそう夜中に山も行ったし <laughs> サーキットも行ったし <laughs> <ー>やりきったよへえ<ー>うん <laughs> そういうやーとかやってたらね前からねパトカーがねおっとっとみたいなごめんかけました本当にあの当時は驚かせました今立派になられてますんでなったからなってないかもそうなそうそうそういうところで出会って旦那さん職業はね自動車のスクラップ工場ですよめっちゃ自動車が好きなんや。 ね、<laughs> そうそう私が横転した車をスクラップするみたいなね <laughs> そうそうそう、うん、そうなんだね、うん、じゃあ結構昔からなんかそういう,こうスピーディーなものが好きだったけど、うん、まあベリーダンスとは、まあまあ、違う次元じゃないですか<う>世界じゃないですか、うんうん、だからこう入ったのかもね そうだななんか過激なのが好きなのかもね、うん、ずっとでもだいぶ落ち着きましたよ、うん、いや落ち着いてもらわないって、うん、<laughs> 本当だよねエ <laughs> ジプトとか行ったことあるんですかもちろんエ、まあ、ジプトはい。もういっぱい行ったよ行きますよね、うん、えどういうところなんですかエジプトってどういうところみんなさ怖いところとか、はいね、えなんかこう誤解してるよねきっとね まあ結構いろんな事件がね。そう。クローズアップされる分ね。あったりするじゃないもう中東っていうだけで。危ないでしょうみたいな。うんうん <laughs> 親にも言われますよ。あんた、そのうち殺されるんじゃないのみたいなね。ひどい。それ、差別でしょみたいな。ね。今そうでも。う、もうすごいすごい。あのね、に、日本人って結構暖かいじゃないですか。そして、鹿児島とかもそうだけど、地方の人たちって、すごく暖かいと思うんだけど、もっと暖かいよ。もっと暖かい。もっと暖かい。すっごく面倒みが良くって。へうん。超に暑いところだな。暑すぎる。暑すぎる。 じゃあ絆とか出会いとかつながりをとても大切にされる、うん、してくれるへえ<ー>、うん、そういうファミリーみたいな方がいるんですねじゃあエジプトにしますねベリーダンスを通じて知り合った通じてもそうだし何、うん、だろうなんか現地での出会いでね何かつながっていって<ー>あのほらツアーとかでは一回も行ったことないから全部自分で。 ええ、段取りしてベリーダンスのためにいったわけですよねそううんベリーダンスのためにもあるし、うん、娘が生まれてからはうん、うん、やっぱり娘にアラビア語をね喋れるようにとか習っ <laughs> てもらいたいとか思ってもう耳に入れようって思ってねアラビア語だそうゼロ歳の時からもう無理やりでもそれを取得したらかなりいいビジネスはね そうだね、これから先はできるかもですよ、うん、いろいろあの秘密だけど考えてる、うん、本当に今英語以外の語学を勉強する時代ですからね、うん、そうだよねスペイン語とかフランス語とか、うんうん、アラビア語もいいじゃないですかうんねえ<ー>、うんうん、だからアラビア語の音っていうのがうん、うん、そのベリーダンスのアラブ音楽の旋律とも同じになってくるでしょそういうところにすごく惹かれたの だから音に<ー>音に呼ばれた感じははだからアラビア語っていうものを聞くだけでもうしびれて動けないぐらいあ、えー、多分泉さん前世がね<あの笑>そっち方面ですよよく言われるね <laughs> うん自分ではなんかそんななんていうのかな、うん、そうなんか前世がとかねそんなのは別に思わないんだけどもう本当聞くだけでしびれるだから飛行機ね飛行機で <laughs> 夜,夜とかまあ朝のすごく早朝に着いたりする便が多いんだけど、えー 降りる何、ねえっと、だろう黄色い電気というかはははもう全部そんな感じあの<ー>何白とか赤とか何とかって色じゃなくって<ー>街全体がなんかこう黄色い感じに光って見えててははもうそれが見えた瞬間からすごい心臓がね<ー>高鳴って。<laughs> <laughs> もううなんかこう汗が出てくるぐらい興奮するんだよね <laughs> っていうぐらいなんか好きだから前世だよ魂が覚えてんだよね <laughs> うんすごい好きでもそういう場所が、うん、だから泉さんの「あなたスカイが、うん、そこにあるということで、ね、え今ちょっと行けないかもしれないですけど結構行かれるんですか例えば一年置きとかで。 そそうそうもうも毎年みたいに行ってたし結局2年ぐらい前になっちゃったかな前回行ったのがまあちょっとね、うん、いけない状況で、うんそうま、もう1年年に1回はもう必ずっていうぐらいもちろんそのダンスのこともあるから、うんうん、自分の技術とか、えー、うそうだけど衣装とかね、えーうん、もう買い付けでいっぱい買ってくるんですよ。へ<ー>うん そういういものもも兼ねてねねててじゃあ今むずむずしてます、ね、えもうむずむずで娘ももうエジプトの良さを感じてるから、ええ、子供に対するその情の厚さとかも凄まじくってうわーもう今の話だけでちょっとエジプト行ってみたいすごいよもう赤ちゃんの時に、はい、みんなが抱かせろって言ってね、ええ、あのどこに行ったか分からなくなるぐらい <laughs> 誰かに抱っこされてて <laughs> でそ,れそれをこう。 毎年のように娘も経験してるから、い行くともうみんなが遊んでくれて。そんな安心感なんですか安心感。うん。そしてなんかこう、娘も、なんていうの感覚的に生きてるのか、ええ、あまり良くなさそうって、危険かなって思う人ってなんかね、避けて、うん,うんうん。うん。この人大丈夫そうみたいな人たちが。100じゃないですからね。そうそうそう。<ー>うん。 でもすごくそうやって<ー>もう何ていうのかな国全体がファミリーみたいなね <laughs> そうなんですかうん、うん、だからまあちょっと留学したいなっていう娘と一緒に向こうに何年か住んでみたいよねっていう目標を立てて、うん、あ,あいいですね、うん、でまあこのコロナ禍なのでしょうがないんだけれどもえ娘さん今何歳なんですか、うん、今8歳3年生 ベリーダンスもちろんややっってててますよもちろん衣装着て楽しみですねいやでもエジプトのつながりうんらしい今度泉さん主催でエジプトツアー組んでくださいよあ来てもう来てもうね絶対に普通のツアーでは行けないようなところにうん全部行けます観光大使になりますよエジプトのえ今その ベリーダンス以外でなんかビジネスやってるんですか。うんそうだね。ちょっと教えてくださいよ。国家機密っていうぐらいあまり外には喋れないんだけどみたいな。何やってんですか。ああなるほど。まあでも見ての通りってわかんない。自分で言えるかどうかわかんないけど、みんながねやっぱり綺麗になって、女性が綺麗になって、そして女性が女性性のねなんかこう解放していく。 魂に蓋して生きてる人がね多いと思うんですよで、それを解放していくって手伝いしてる感じかなうん。それはメンタル的なもんですかも含みますなるほどねでもねもっとたどってみたらダンスを教えてる時からずっとやってるんですよね結局まあそういうことですよね自信持って踊るためには何しなきゃいけないのとかっていうところでずっとやってたことがよりこう 自分の目指す未来ってこんな感じだなっていうところがね。さら<ー>、うん、に定まってきた感じで、踊りの枠を超えてね。なるほど、うん。だから、ベリーダンサーっていう泉さんみたいな印象を持ってる方もね、まあ多いんだけれども、えー、今そこを超えて、もうもっと自由に生きていいよって<ー>、うん。だからもう自由の象徴みたいな存在かなって思ってる。<ー>うん。 まあ、日本人ってあの世界でも、うん、本当に一番のこう不安とか、うん、心配をする民族らしいんですよ。そうだね。ねうん まあこれは人類が進化していく上では、うん、まあそういうのがあるからああまあ本当にこうやって長生きできるようになったんですけど、うん、でも日本人は特になんかこう悩んだり不安に思うらしいので、うん、そうやって気持ちが開放的にっていうのはすごくいいですよね。いいと思うみんな何かこうね忘れてるだけだから奥底にこうねスとンと落ちちゃってるから。 そしてて解放してねそしねそたら、うん、みんなが自分のなんか生きてる目的っていうものを思い出してくるはずなんだよね。ね<ー>うん、今みんなみんなに合わせちゃってしかもこのね今このコロナ禍のかなんか状況でさ、うん、静かにより静かになっちゃってるから、うん、ちょっとね秘密水面下でね国家秘密ですからこれ以上何やってるか言えませんけども。<laughs> うん ただあの自己肯定できるようなね。あできるね。うん。みんな自信取り戻せる。わかりました。うん。じゃあ詳しくはどうしたらいいんですか。詳しくは？詳しくはねこのカメラのない。そう。YouTube やぞ。YouTube でもダメなんですね。これ見てねあれってもうリアルで会うしかないよって感じ。わかりました。うん。はい。じゃあ伊さんも。 見つけてください。見つけて。はい。姓は何ですか。うん、名前。うん。あ、桜井泉さんですね。うん。はい。なんか泉さんっていうのが苗字かなって思ってる人も多いみたいだけど。失礼しました。う桜井泉です。はい。じゃあ皆さん何らかで見つけてください。桜井泉さんを。失礼いたします。漂ってるから。うん。今日本当ありがとうございました。あ、いやこちらこそありがとうございます。どうでしたこういうなんか。 面白いで最初に何か連絡ねこうもらった時に「知り合いでしたら」っていうので「はい、あっそうなんだ」うん「黙っとくの得意」と思ってで、うんはい。でもなんか、ね、本当に、うん 昔よりも今キラキラされてるんで本当にありがとういや昔も素敵だったんですけどいやでもそれポッキーさんももうさらにということでじゃあお互いお互いまだまだキラキラしていきましょうそ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 う逆行していくぞって感じというわけで今日は自由の象徴桜井泉さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました DJ ポッキー DJ ポッキーーズトークジャム今回もご覧いただき本当にありがとうございます行き当たりバッチリだったでしょうかよかったら是非ねこの番組のチャンネル登録お願いいたします毎週更新していますそしていいねクリックもお願いしますねさあ次回は誰が来るのかどうぞお楽しみに